皆さんこんにちは、料理家の千秋です。身近に薬膳暮らす秋編、始めていきましょう。走っているというふうに考えて、これを使って治療をしていくんですけれども、ブドウの水分が多いんですけど、気血を補う、エネルギーチャージ、めまいとか動悸、不眠などに効果があります。すっきりする季節の食材を使って薬膳をもっと身近に使えるように、講義と料理をオンラインで学べます。いつでも閲覧できるので、本を開くように動画を見ながら保存しておけますよ。見たいとき、時間のあるときにぜひご覧ください。体で起きているその症状は、もしかしたら食事からかも。食から体の改善をしていきましょう。いやね。